タルがお届けする音楽番組は毎週金曜日の11時から12時、イレブンクリスタル、ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。番組への参加リクエストなど Facebook ページで募集しています。クリスタルレインボークラブページへアクセス、または気分ホームページからでもつながりますよ。次の番組はレディオジュークボックス、 DJ キノポップさんの登場です。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。さあ、泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽の魔法があなたの人生のお供をします。イレブンクリスタル、また来週。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そこまでいないのにさ。もうですよね。言ってましたね。で気持ちよくなっちゃったんです。え？気持ちよくなっちゃったんです。きっとこの曲だとそうですよね。お疲れ様です。パリになっちゃったよ。もうさ、今日は源ちゃんのためにコネクション三昧にしようって言って全部コネクションつけといたのに、いないし。あとで映像で全部見てコメント入れといてね。コネクション三昧、コネクション三昧しようってみんなで決めてたの。全部オープニングも言ってましたもん。あとであの立ち読みとかコネクションって、はいはい、青影つぶきはコネクション。あ、シンクロ言うの忘れちゃった。そうですよ。そしたらどんどん遠方にギャラリーとかにいましたよね。コロナはなって一曲いかがですか。ワイヤレスですからね、究極の。え、究極のワイヤレスですから。もうどこでも行っちゃってる。ぴったりだけどさ、うん、この場所にはさ、これ何ですか。ルイさん、なんか撮るの。はい、あ、木下さん、カーボンボールで何かありました。どうぞ。3番目じゃない、後半のトークな、何組どういうやつあるの。あれは都のレがあるんだ。もともと都のレっていうのがあるんです。都のレがあれが元で作られて、沖縄の人が作られて、つながりがあったりとか。そうなんです。違う。作の歌いいですね。すごいな。すごい良かったです。人気しちゃいました。飲みたくなりますね。飲みたくなりますね。飲みたくなりますね。あぶり磨きます。